ビジネスの成長というのは結果、数字として出るばかりではない。皆さんおはようございます。フロリダ州のゆうこです。いろんなねビジネスをサイドビジネスとしてされてる方がいらっしゃると思うし、お勉強だったり何でもいいんですけど、やっぱり自分のしてること、努力してることに対して結果をがきちんと見える、成長を感じるっていう、それほどスッキリすることないじゃないですか。なんですけど、現実っていうのはそうではなくて、どんな仕事でもそうですけれども、雑用っていうのありますよね。管理をするためにこれをしなきゃいけない。ビジネスが成長するためにこういうところをきちんと管理をすることで物事がスムーズにいくみたいな。つまりはお仕事なんかでも特にそうですけど、私雑用にこそ力があると思ってるんですね。エネルギーというか。オーガナゼーションをきちんとすること、そしてきちんとコミュニケーションを取ること、そういうことっていうのは数字には出ないじゃないですか。でも数字につながっていくっていうふうに考えるんですね。そうやって私は自分で仕事をしながら学んできたときに、この学んだことをどう自分のビジネスに反映させるか、自分が学んだ知恵をどう自分のビジネスに反映するかというのをものすごく考えるんですね。こうやってちょっと赤信号で待ってるとき、ちょっと駐車したときっていうときに考えるんですけど、私のビジネスも同じです。いきなり数字がこう右肩上がりに行くわけではない。構築する、培うという言葉がぴったりのビジネスです。自分でしっかり理解してしたものの、やっぱり数字で現れると嬉しいですし、何にもなかったらどうしてかな、どうしたらいいのかなって思うのは自然なことだと思うんですけど、そこで私はいつも仕事でね雑用が多いので思うんですけれども、ここで雑用じゃないな、なんかこう自分のビジネスを成長させるための見えない努力、見えない学び、見えない何かを自分の中でこう書き立てて日々前進することこそ自分の結果につながっていく過程、これを私はとても重要視してるので、もう成功するしか選択はない。なぜなら辞めるという選択をしないからっていうビジネスの構築を自分なりに考えてやっています。今日も見てくださりありがとうございます。